のひなといいます。大学のアルバイトで。そうなんですよ。じゃあお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。行きましょう。はい、ありがとうございます。はい、ところから、はい、1、2、3、真ん中に。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。今日は天気いいですね。そうですね。そうそう、久しぶりに晴れましたね。そうなんですよね。最近なんかね、休みの日がちょっと天気悪くてね。そうなんですよ、雨が続いてたので。そうなんですよね。よいしょ、失礼します。 あとで屋根を開けてもらってもいいですか。あ、わかりました、はい、ありがとうございます。行く前で大丈夫です。あ、行く前で、はい、お願いします。はい、了解です。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ持ち上げていきます。はい、体重背もたれでお願いします。はい、お願いします。1、ちょっと、よいしょ、ありがとうございます。ありがとうございます。お尻少しだけ通ってください。すいません、はい、ありがとうございます。じゃあ行きましょう。行ってきます。はい。じゃあ本日ライブアウトと言います。はい、今野ひなと言います。今野ひなさん、はい、ひなちゃんって呼んでください。ひなちゃんさん、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日30分お時間いただいたので、はい、私の時計で10時7分ですので、17分、はい、37分過ぎにまたこちらに戻ってきます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。時計かっこいいですね。あ、ありがとうございます。初めて見ました、この時計。はい、兄からいただきました。兄からいただいた。はい、デビュー祝いに。あー、そうなんですね。そうかそうか、この人力車のデビュー祝いです。あ、すごい優しいですね。おめでとうって福島から送ってくれました。あ、そうなんですね、福島から。へえ、そうなんだ。はい、ひなちゃんさんは、はい、いつぐらいから、はい、この仕事をやってる感じですか。そうですね、その、はい、私自身、はい、高校3年生の時に、はい、初詣。初詣？その時に、はい、初めて浅草で女性が人力車やってるのを見て、はい、おー、そうなんですね。初めて乗ってみたんですけど、はい、なんて思って。あ、そうなんですね。え、その時は、はい、東京力車さんの人力車に乗った感じですか。いや、違うんですか。あ、違うところなんですね。はい、また違うんですけど、はい、でもその1月1日に、はい、人力車、大学のアルバイトに入れて決めていて、はい、あ、もう決めてたんですね。はい、もうそこで決めた。あ、そこで決めたんですね。これやりたいと決めていて、すごい、はい、で3月半ばから、はい、編集を東京力車に始めます。あ、そうなんですね。すごいな。え、それ今年の話ですよね。そうです、そうです。すごいな。え、そこから3月から始めて、はい、デビューはいつぐらいだったんですか。デビューは、はい、4月から始めたんですか。はい、大体8月くらい。
あ、8月ぐらいだったんですね。そうですよ。でもレビューしたてって感じですね、今。1、2ヶ月。あー、そうなんですね。すごいな。はい、研修とかやってて、はい、この辺大変だったなみたいなとこあります？結構、自分を責めがちだったんですけど。自分を責めがち、あ、なんか追い込む系ですか？そうなんですよ。そうなんですね。そうなんですよね。あ、そっか。今日は、はい、今からどこに行くんですか？これから、はい、神社って。お、牛島神社。はいはい。行ってまいります。ああ、そうなんですね。あ、何回かあります。はい。ひなさんの人力車すごいあれですね。スピード感がありますね。うん。すごい。はい、ゆらさんに、はい、ひなさんはすごく牛島神社が好きだっていうのを聞いていて、はい、なんかその好きなポイントだったりってあります？自然が大好きで。あー、なるほど。私が温泉の中で、はい、回ったところで、はい、やっぱ一番自然になるところ、そっか、ついてるところが牛島神社、はい、確かにね、確かに確かにお気に入りでした。確かにね、木の感じとかそばにこう川がある感じとか。そうなんですよ、うん、いいですね、あそこね、そんなにこう人が多いってわけでもないんでね、いいですよね、落ち着く感じありますよね。編集の始めとかに、はい、うん、桜とかも隣に隅田公園に咲いてたので、はいはい、あー、そっか、それはすごい印象的で、いい時期に研修をされてたんですね。そうなんですよ。あー、そうなんですね。そっか、なんかもうあれですか、この浅草で、はい、こうお気に入りのお店とか、うん、なんか気に入ってるスポットとかあったりします？グルメスポットです。はい。雷門前の牛カツ。雷門前の牛カツ？はい。はい、おお。雷門、あ、仲見世通りですか？いや、仲見世通りじゃないんですけど。あ、雷門前の牛カツ屋さん。ああ、牛カツ？はい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 。わかったわかった。あそこ並んでますもんね、いつも人。あそこ本当に美味しいんですよ。はいはい。交差点のあのあそこっすね、左手にあるとこっすね。そうです、あそこ美味しいんですね。あそこ、はい、プレミアムさんの、あ、そうなんですね。お、プレミアム、はい、1人、はい、1つの、はい、その鉄板みたいなのついて、え、あ、そういう感じなんですね。ここでレアのお肉を焼いて、はい、食べるっていう。鉄板焼きを食べれるんですか？そうです、なんか、はい、目の前のものがあって、そこでレアをお好みで、はい、あ、焼いて食べますよ。そうなんですね。でも牛カツ屋さんなんですよね。そうなんですよ。へー、面白いな。今度行ってみます。はい。好きな食べ物とかありますか？あ、好きな食べ物、はい、なんだろう、僕はなんか炭水化物とお肉が好きなんで、はい、めっちゃラーメンとかですかね。ラーメン大好きです。浅草でなんかお好きなラーメン屋さんとかあります？ラーメン屋さんですか？はい、なんかまだ開拓できてないんですけど、はい、浅草二郎系って言ったぐらい、二郎系、はい、行ってみたいんです。お、浅草で二郎系、はい、あるんですね。お、二郎系って多分ね、海外の人に分かんないと思うんで、なんかどんなラーメンかちょっと
簡単に。いいですか、ありがとうございます。麺が太くて、麺太いですね。ニンニクとか、うん、背脂とか、はい、結構ガツンとこう、そうですね、ラーメンかなって思って、もうラーメンの中では一番こうパンチが効いてる、そうですね、ジャンルのラーメンですよね。やっぱり男性に人気なんです。あ、そうですよね。そうかそうか、確かに二郎行って女の子が食べてるのを見ると、あ、女の子がいるって思いますもん。そうなんよ、私は一人でラーメン直接行くんですよ。あ、そうなんですね。そっかそっか、すごいな、二郎、二郎っていうのが出てくると思わなかったな。すごいな。はい、結構あれですか、はい、何でも食べる感じですか。そうですね、麺とご飯が好物です。わかります、めっちゃわかります、はい。すごい、涼しくなって走りやすくなりましたね。今日ちょうどいいですね、うん、ご出身があれなんですよね、ちょっと涼しいところなんですよね。はい、東北の福島県。ありがとうございます。ずっとじゃあ、この仕事始まるまでは福島にいらっしゃった感じですか。そうですね。おー、そうなんですね。じゃあ東京の夏は結構あれですよね、暑いですよね。全然違いますか、やっぱり。そうですね、うん、そうなんだ。なんか福島といったら、はい、結構冬のスキーとかスノーボードとか、はい、ウィンタースポーツのイメージありますね。やっぱり、はい、小学校の、うん、授業でスキー教室とかも。あ、やるんですね。やってます。すごいな。え、じゃあみんなもう滑れる感じなんですか。そうですね、小学生の時に。わあ、すごい、身についていいですね。結構ね、大人になってから始めると結構難しいですよね。あ、なんかワンシーズンだとちょっと厳しい感じ、はい、滑れるような。体が効かなくなると聞いた時あります。あ、そうそう、そうなんですよ。やられたことありますか。あります、はい、福島でちょうど。え、本当ですか。はい、行きました。初めて行ったのが福島でしたね。そう、福島で滑って、はい。でもベテランですね。いや、全然です。3回ぐらいしか行ってない。はい、スケートですか。スノーボードでした僕は。はい、はい、はい、スノーボード始めたんです。あ、そうなんですね。やっぱりちょっと難しいです。難しいですよね、スノーボードね。ここが、はい、牛島神社に入ってます。ありがとうございます。段差入れます。はい、行きます。ありがとうございます。今日はちょっと止めづらいかもしれないですね。止められそうですか。あ、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ下ろしますので、はい、体重背もたれでお願いします。はい、OK です。ありがとうございます。はい、すごい緑がいっぱいですね。そうですね、うん。
かなか東京に来るとね、緑って少ないんで。そうですよね、うん。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では、足元、やってください。よいしょ。ありがとうございます。はい。なんか、そうですね。はい、人力車、東京力車にはどれくらい？ああ、30から40って感じです。あ、本当？はい、今年の7月から乗り始めて、はい、あ、そうなんですね。はい、そうなんです。はい、ありがとうございます。ぬかるみが、はい、あ、ぬかるみがね、ありがとうございます。すごい気を使っていただいて、ありがとうございます。はい、はい。こちらが、はい、全国でも誰に見る三輪の鳥居って言うんですけど。あ、三輪の鳥居？はいはいはい。普段だったらあそこの門、一つだけだと思うんですけど、はい、確かに鳥居が3つあるっていう確かにところで、うん、やっぱり全国にも誰に見る。なるほどね。有名な三輪鳥居。確かにあんまりないですよね。そうなんです、うん、私も初めて見ました。おー、かっこいいですね。手水されていきますか？あ、手水、あ、解説だけいいですか？あ、わかりました。手水。はい。まず、右手で、はい。なみなみの、はい。水を。はい、そして左手から、はい、おー、で次に1回目、はい、で今度はこちらで器作っていただいて、はい、口を吸います。口を吸う、そして左手で、はい、最後にこれを縦にして、あ、なるほど、といった形の、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、七五三、そうなんだ、それでか。はい、じゃあ、貴重な、はい、ちょっとじゃあ、はい、再生の方行きましょう、うん、気持ちで十分です、はい。神社なんですけど、はい、まあ、そのお寺と少し違うところがありまして、はい、で、もちちでっていうところなんですけど、はい、手を叩くときに、はい、お寺では、すみません、神社では、はい、こちらのこの節と言いまして、節、はい、はい、こちらの手の一番の節と言います。はいはい、節と節合わせると節合わせになってしまうので、はい、あ、なるほど、少し上にずらして手を叩きます。あ、そうなんですね。そうなんですよ。お願い事するときに手を合わせます、はい、あ、なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。やっていきましょう。はい、
ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、その普通のところと少し違うところがあるんですけど、はい、こちらでいて、お、その普段だったら神社に狛犬がいると思うんですけど、はい、実はこちら牛なんですよ。狛牛。そうなんですか。はい、まあ、そのそうですね、なんか悪霊だったりとか、うん、そういった役を払ってくれる、はい、そういう意味で牛になってます。なるほど。これやっぱ牛島神社の特徴的な部分で。なるほどね、面白いですね。で一番、はい、やっぱ牛島神社って行ったらっていうのが、そうですね。そうなんですね、はい、体の痛いところとかありますか？はい、あ、僕はね、猫背なんで。あ、背中ですか？背中ですかね。じゃあ自分の背中を擦ってから、はい、はい、あ、自分の背中を擦ってから、はい、牛さんの背中を、あ、これで背中が良くなりますようにということで。良くなりますように。ありがとうございます。はい、OK、はい、ひなさんは大丈夫ですか？なんか、あ、私も腰が痛かったので。腰が痛かったので。そうですか。はい、ありがとうございます。結構あれですよね、はい、今学生さんなんですよね。はい、そうです。あ、じゃあ勉強とかしてると腰にきますよね。はい、そうですね、やっぱり結構勉強だったりとか、はい、あとちょっとミーティングする機会が、あ、そっかそっか、日常さんに結構多くていて、それで、はい、っていうのも結構あります。あ、学校の授業以外で何かされてる感じですか？そうですね、その、はい、今ビジネスプログラムに参加して、ビジネスプログラム、はい、参加しているんですけども、はいはいはい、なんかその社会課題をビジネスにするっていう、うん、半年間のプログラムに参加していて、はい、まあ、その6月からやってるんですけど、はい、その今それで結構忙しくなっていて。ああ、そうなんですね。来年それで起業したいねっていうふうに。おお、すごい。チームで話していて。起業すごいですね。そういったところです。ああ、そうなんだ。はい、すごいな、この年で起業を考えてるっていうのがすごいですね。はい、その福島出身なんですけれども、はい、高校2年生の時に、はい、あの福島の学生コミュニティに参加し始めた時がありまして、うんうん、へえ。その際に、はい、あの元々大学生主体のコミュニティだったんですけど、はい、まあ、初めての高校生として参加しまして。そうかそうか。まあ、そこは結構先輩の憧れだったりとか、はい、そういったところを見て自分もこうなりたいっていうところから始まったっていうところが大きいです。すごいな。足元を気をつけてください。はい、ありがとうございます。よいしょ、ありがとうございます。はい、あ、屋根をごめんなさい、もう一回開けてもらっていいですか？了解しました。ありがとうございます。最後に、はい、すごいな、高校生で。そこらもあれですよね、はい、その起業するためのコミュニティって感じだったんですか？あ、そこはその、はい、地域活性化的なところなんですけど、まあ、その福島の魅力を発信しようっていうところで、はいはい、なんか短期型のプロジェクトを始めて、はい、そのポリシーがあるんですけど、はい、まずはやってみっぺっていう福島のやってみっぺそうです、やってみっぺっていうやつで、はいはい、そのやっぱりなんか新しいことに挑戦するの怖いとか、うん、そういうところあると思うんですけど、はい、一回行動に移してみようっていう。あ、いいですね。なるほど。はい、そのポリシーで、はい、なんか後半今ですと結構高校生が多くなっていて、はい、あ、そうなんですね。お、じゃあそのパイオニア的存在ですね。嬉しい、はい、お受けいたします。はい、体重背もたれでお願いします。はい、ありがとうございます。OK です。ありがとうございます。なんか、はい、海外の方がもし福島に行くって行きたいと思ったら、はい、どこに行けばいいと思います？あ、そうですね、はい、
駿河城とかに行ってみたいな。駿河城まあその、はい、浅草でいう、はい、浅草寺の存在なんですけど。なるほど、見れますね。はい、お城ね、確かに日本のお城ってかっこいいですよね。うん、まあ、その伝統的な場所でもありますし、はい、その近くに、はい、野口英世館だったり。ああ、そうなんですね。野口英世って福島出身なんですね。そっか、日本の千円札に描かれてる人ですね。はい、そういった歴史的な場所だったりとか、うんうん、はい、あと赤べこって聞いた時ありました。あ、赤べこね。はい。私で言う、はい、この裏が赤べこなんですけど。あ、本当だ。あ、かわいい。そうなんです。へえ。はい、赤べこって、はい、なんかあれですか、福を招くとか、はい、そういう意味合いのものなんですか。はい、もともと、はい、昔水俣病、はいはい、確かになんか病気が入りましたね。はい、はい、それでなんかその赤べこの説、はい、一説によるんですけど、はい、なんかその病気が流行ってる時に、はい、大量の牛が、はい、なんか走ってて、はいはい、それでなんか病気がなくなってる感じ。牛が持ってった感じですか。めっちゃ変わらんな。そうなんですね。調べたらもっと詳しい感じで。なるほどなるほど。ああ、そういったところから病気とか、はい、うんうん、健康とか、うん、そういったところに使います。ああ、そうなんですね。そっか、福島は、はい、なんか美味しい食べ物とかって言うと何ですか。ママドール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 。はい、あの、はい、こしあん、はい、の洋菓子。あんこが入ってる洋菓子。そうです、そうです。あとは、はい、がっつり系で言うと、はい、ソースカツ丼とかも。ソースカツ丼。はい、ソースカツ丼。ソースカツ丼、ソースはいわゆるとんかつソース。そうです、あのちょっと甘だれベースの、はい、甘だれベースの。へえ、そうなんだ。明治時代、はい、頃からの違う。ある。あ、そうなんですね。全のタレ、お酢をしていて。あ、じゃあ福島に行ったらそのソースカツ丼屋さんみたいなのがある感じですか。そうです。会津が特に一番多いです。会津が。そうですか。そうなんだ、それは行ってみたいですね。はい、なんかあの、はい、福島で、はい、なんか寒い時期に食べたくなるのが番内食堂。はい、ご存知ですか。はい、おぉ。万内食堂のラーメンですね。はい、おぉ、うん、下方ですね。はい、あの友達。あれ、浅草にもありますよね。あります。万内食堂、はい。はい、はい、確かに北方ラーメン美味しいですよね。美味しいですね。うん、御社の車庫の近くに、ね、ありますよね。はい、はい、はい、あのなんか本店に行きました。本店めちゃめちゃ混んでましたね。うん、お肉が、はい、あ、そうなんですか。行ったことあったんですけど、はい、混んでて入れませんでした。あ、入れなかったですね。はい、お肉いっぱい乗ってますよね。平日でも全然混んでて。あ、そうなんですね。そっか、
ひなさんは、はい、あれですか、結構、うん、浅草の出勤は、はい、なんか土日とかでいらっしゃる感じですか。この収支結構不定期で。不定期で。はい。さっき言った、はい、ビジネスプログラムが、うん、土日の研修が多かったり。ああ、そうなんですね。でも来年度からは、はい、プログラムの期間が終わるので、はい、少し余裕あったな。おお、そうなんですね。じゃあそのプログラムが終わったら、はい、人力車の仕事をやりつつ、はい、なんかこう新しいことをまた新しいことを始める感じですか。新しいことも始める感じですかね。あ、はい、そうですね。なんか実際に、はい、企業に向けた方向性だったり、うんうん、あとはちょっと違いまた、はい、プログラム、あー、そっか、気になってるすごい。めちゃめちゃなんかこうアンテナを張ってる感じですね。そうですね、結構張ってますね。あ、やっぱなんか、はい、自分が成長してる感覚が一番自分にして、あ、そうですよね。なんかあの自分でお金を稼げるようになるってすごいいいですよね。そうなんですよ、ね、うん、その働くどこかの会社で働くっていうのもいいですけど、はい、自分でお金を作り出すってとこができるとかっこいいですよね。憧れですね。うん、すごいな、こういう人が日本を変えていくんですね。いや、そんな大層なこと。いやいや、人力車は今のところあれですか、はい、大学卒業するまでは続けるようなイメージですか。そうですね、4年間やろうと思って。はい、あ、そうなんですね、はい、うんうん、同期がユラさんとかですよね。そうです、ユラとサトミさん。ああ、サトミさんね、はい、はいはい、もう皆さんデビューされてすごいですね。早いですよね。もうサトミは乗りました。乗りました。はい、サトミさんもすごい丁寧な感じの方ですよね。うん、そっか、なんか今日お昼どうしようかなと思ってて、もんじゃ焼き食べようかなと思ってるんですけど、おすすめのもんじゃ焼きあります？そうですね、はい、私は絶対に、はい、六門泉かなと。あ、六門泉さん。何食べるんですか、六門泉行くと。カマンベールチーズ。あ、やっぱそうですよね。美味しいですね、あれね。うん、チーズ好きにはもってこい。そうですよね。チーズ好きですか。東京力車の皆さん、はい、あの六門泉さんのカマンベールのチーズのもんじゃを押されてるんで、はい、あそこ美味しいですよね。そうですね、うん、そうですね。全然見えちゃって。
日はなんか25度ぐらいまで行くみたいですね。あ、本当ですか。うん、なんか出発した時点では多分15度ぐらいだったと思うんですけど、はい、全然違います。全然違います。じゃあ今からあれですね、あの涼しくなって寒くなってくるから、あの赤いハッピーがはい、まだあれですよね、赤いハッピーって走ってない感じですよね。そうですね、まだそれで走ったことはないです、はい、ないですよね。写真だけ撮ったかな。あのホームページのやつ。あ、見ました見ました。めっちゃいい笑顔で。あ、そうですね。そうそう。うん。めちゃめちゃあっという間でした。はい、あっという間でした。ありがとうございます。はい、すごい、ひなさんすごいあれですね、はい、元気で話しやすいんで。はい、すごい楽しかったです。はい、はい、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは、よろしくお願いします。はい、お願いします。本日は貴重な時間、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。こちらでおろしますね、はい、します。ありがとうございます。ありがとうございます。足元を気をつけください。ありがとうございます。ありがとうございます。中で、どうですか。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあここで一回閉めようと思いますので、はい。そしてありがとうございました。はい、本日はありがとうございました。また、はい、よろしくお願いします。はい、またお待ちしております。はい、じゃあここで失礼します。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。